ソポクレス、ソポクレース、紀元前497、6年頃406、5年頃の冬は、現代まで作品が伝わる古代イギリシアの3、大悲劇詩人の一人。ソポクレースは、生涯で120編の戯曲を制作したが、そのうち完全な形で残っているものは7作品に、過ぎない。また、ソポクレスは、脇役を加えることにより、 プロットを説明するにあたって、コロスが担っていた重要性を低下させたという点で、作劇法の発展に影響を与えた。また、アイスキュロスなどの先行する詩人たちから、登場人物を大きく発展させた。三大悲劇詩人の残りの二人は、アイスキュロスとエウリーピデースであるが、ソポクレースの諸女作は、アイスキュロスのそれよりも遅くに書かれ、エウリーピデースのものより早く、 もしくは、同時代に書かれた。完全な形で現存している作品は、アイアース、アンティゴネー、トラキスの女たち、オイディプース王、エーレクトラー、ピロクテーテース、コローノスのオイディプースの7作である。ソポクレースは、例内や祭りやディオニューシア祭りの期間中に、アテー内で開催される悲劇のコンテストで、50年近くの間最も賞賛された作家であった。 コンテスト参加30回のうち1位の栄冠を手にしたのが18回、残りはすべて辞典である。3位以下には一度もならなかった。ソピロスの息子、ソポクレースはアッティカノという集落の冬な一市民であった。この集落は後にソポクレースの劇作における舞台にもなった。彼自身、この集落の生まれであると考えられている。ソポクレースが生まれた年は、 紀元前490年のマラトンの戦いの少し前、紀元前497年か496年頃と推測されるが正確な年は不明である。父のソピロスは防具製作の職人であり、一家は裕福であった。ソポクレースは高い教養を身につけ、紀元前468年のリオニューシア祭りの悲劇コンテストで初めての優勝を手にした。この時は、 当時のアテー内の悲劇詩人の間で、指導的立場にあったアイスキュロスを下しての栄冠であった。プルタルコスによると、この時の勝利は異様な雰囲気の中、もたらされたという。対比列伝中のキモン伝によると、くじで選ばれた市民が先行する監修によらず、アルコン、失政官がコンテストの勝者を決めるために集まったキモンとストラテコイ図った。 アイスキュロスはこのコンテストにおける敗北のすぐ後にシチリア島へ旅立ち、そこで隠ししたという。しかし、少なくとも隠ししたというのは古伝で、彼はその後10年間はアテー内で悲劇を制作し続けた。また、プルタルコスの伝えるエピソードに係る作品が処情作であったということも現代では疑問が提出されている。ソポクレースの処情作は、 おそらく紀元前470年のディオニューシア祭りで上演された悲劇、その中の一つはトリプトレモスであるのどれかである。紀元前480年サラミスの海戦におけるギリシアのペルシアに対する勝利を祝う際にソポクレースは神に祈りの歌を捧げる合唱隊バイオンの先導者に選ばれた。ソポクレースの創作活動の初期においては政治家の貴問が パトロンについていた可能性がある。しかし、キモンのライバルだったペリクレスがソポクレースに悪意を抱いたことは一度もなか。キモンが、紀元前461年に、当編追放を受けた時もソポクレースに影響はなかった。紀元前443年から442年にかけて、ソポクレースは、アテー内の宝とも呼ばれるという役職、デロス同盟の務職につき、 ベリクレースが政治的に絶頂期にあった時期のポリスの財政運営を手伝った。ウィタソポクリス、ウィタソフクリス、ソポクレースの生涯という書物によると、ソポクレースは紀元前441年にアテーナイの行政を司る10人の将軍の一人に選ばれ、ベリクレスの若き同僚になり、アテーナイ軍のサモス自前の遠征に従軍したという。この地位は、 ソポクレースの制作したアンティゴネー上演の成功がもたらしたものと考えられている。紀元前420年にソポクレースは自分の家にアスクレーピオス神の祭壇を整え、銅神を迎えた。この儀式により、イカミアスクレーピオスはアテーナイに導かれたため、アテーナイ市民はソポクレースが亡くなると彼にデクション、デクション、迎え入れるものという死亡を送った。 ソポクレースはまた、紀元前413年に、ペロポンネソス戦争期間中に、シチリア島へ向かった、アテー内の遠征軍が壊滅したことに対応する、事務官、の一人に選ばれた。ソポクレースは、紀元前406年から405年にかけての冬の、時期に、90歳か91歳で亡くなった。対ペルシア戦争における、ギリシアの勝利と、 ペロポンネソス戦争における悲惨な流血等を、その目で見てきた生涯であった。古典古代の有名人の死の多くがそうであるように、ソポクレースの死には数多くの新義阜賞のおひれはひれが付けられた。ソポクレースは自作、アンティゴネー中の長いセリフを息継ぎせずに朗唱しようとして絶命したという説が、その際たるものである。その他にも、ソポクレースはアてーナで、 アンテステイリア祭が行われている最中、食事中にブドウを喉に詰まらせて亡くなったとも、ディオニューシア祭りにおいて最優秀の誉れを受けたトロ、あまりの幸福ゆえに亡くなったとも言い伝えられている。ソポクレースが亡くなった数ヶ月後、ある喜劇詩人は、詩人たち、ムーサイと名付けた自作の中で、次のような口上を述べて、ソポクレースの死を言ったんだ。ソポクレースに祝福あれ。 カノゴジンは長生きし、幸せと才能に恵まれ、多くの良き悲劇を書いた。不運に苦しむことなく、守備よく人生を終えた。一方で、ソポクレンスは、晩年に盲録したとして、後見人を必要とする宣言をするよう、息子たちから迫られたとも伝えられている。老子人はこれに対して、法廷で当時未発表の自作。 コローノスのオイディプースの一節をそらんじて見せることによって反駁したと言われている。ヒケロはこのエピソードを老年論の中で詳しく語っている。なお、ソポクレースの息子の一人や孫のソポクレース、祖父と同盟も、また、劇詩人になった。ソポクレースは数々の作劇場の新機軸を演劇にもたらした。彼が最初に試みたことは、三人目の演者の 導入であった。この発明はギリシア演劇におけるコロスの役割を大幅に減じ、物語の展開と登場人物同士のぶつかり合いの表現の可能性を開く大きなきっかけとなった。ソポクレースが脚本を書き始めた頃は定内の劇作会に大きな影響を及ぼしていたアイスキュロスで絵もソポクレースの後に続き、晩年に向けて 自作に三人目の演者を登場させる構成になっていった。アリストテレスはスケノグラピア、スケナラフィアと呼ばれる内し舞台美術を最初にシルベシした人物がソポクレースであるとしている。巨匠アイスキュロスが紀元前456年に亡くなって初めて、ソポクレースはアテー内で最も卓越した悲劇詩人となった。これ以後、ソポクレスは悲劇コンテストで勝利を重ね、 ディオニューシア祭りで18回、レーナイア祭りで6回、優勝した。ソポクレースの作品は構成上の革新に加え、登場人物たちの掘り下げ方に、従来の悲劇詩人たちよりも深いものがあることが知られている。ソポクレースの名声は遠く異国にまで聞こえ、宮廷への出資の誘いが一切ならずあったが、シチリアで亡くなったアイスキュロスやマケドニアで暮らしたエウリーピデイスとは異なり、 ソポクレースはこの種の誘いをすべて断った。ソポクレースの作品、オイディプース王はアリストテレスが詩学の中で悲劇における最高傑作の一例として挙げており、ソポクレース作品が後世のギリシア人にも高く評価され続けてたことがわかる。現代まで伝わる7作のうち、制作年代がわかっているのはピロクテーテース全4 0 9年と、 コローノスのオイディプス、全401年、ソポクレースの孫が亡くなった後に上演されたの作、だけである。その他の作品については、エーレクトラーが、上記2作と様式上の類似を見せていることから、おそらく同時期、ソポクレース晩年の作であろう。同様に様式上の要素を検討したところによると、アイアース、アンティゴネー、トラキスの女たちの3作が、初期作品であり、 オイディプース王が中期に位置づけられる作品で、あと一般的に考えられている。ソポクレースの刺激のほとんどには、その奥底に宿命論が一貫して流れるとともに、ソクラティス的な論理の運び方の方がも見られる。これらはギリシア悲劇に長く続く伝統として受け継がれていった。神話上の登場人物、オイディプースは、父を殺し、母と交わる。しかし彼はいずれも、 自分の父母であることを知らずに、その行為を行った。オイディプースの子孫は三代にわたって呪われる運命となる。ソポクレースの悲劇、オイディプース王、コローノスのオイディプース、アンティゴネーの三作はいずれもオイディプスが治めていた、コロの定媒王家の運命に関する悲劇であるか、もしくはその後実弾である。 この三作を一冊の本にまとめて出版することがよく行われているが、三作はそれぞれ異なる年のディオニューシア祭りのために書かれたものである。上、一作目が書かれてから三作目が書かれるまでの間に三十六年の月日が経っており、制作時期が大きく異なっている。制作の順序は、神話上の時系列に沿ったものではなく、アンティゴネー、オイディプース王、 コローヌスのオイディプスの順で制作された。元より三部作として制作されたものではなく、むしろ異なる三つの連作悲劇から抜き出された品の寄せ集めである。そのため、定売三作のストーリーにはいくつかの矛盾がある。ソポクレースはこれらの三悲劇の他にも、定売に関係する悲劇を書いている。そのうちの一つが、であるが、断片だけしか現代に残らなかった。 定売三作の他にソポクレースの作品としては、アイアース、トラキスの女たち、エーレクトラー、ピロクテーテースの四作が残っている。ピロクテーテースは、前4 0 9年の悲劇コンテストで一等を取った作品である。アイアースは、トロイア戦争の誇り高き英雄、テラモーンの息子アイアースに焦点を当てる。アイアスは、アキレウスの身のが自分ではなく、 オデュッセウスに送られることを知ると深く言する。そして、裏切りへと借り立てられ、最終的には自殺してしまう。メネラーオスとアガメムノーンが、アイアースへの敵意を募らせる中、オデュッセウスは、アイアースを丁重に葬るよう、両王を説得する。トラキスの女たちは十二の難行を成し遂げた英雄、ヘイラクレースを意図せず殺してしまったデイアネーラの悲劇を元にしたものである。 なお、月期の題名は、女性のコロスが、トラーキースの女たちを演じることにちなむ。ヘイラクレースの妻デイアン・エイラは騙されて、ヒュドラの毒を美薬と思い込み、夫の衣服の一つに、それを染み込ませる。ヘイラクレースは、毒の苦しみに苛まれながら死ぬ。真実を知ったデイアン・エイラは自殺する。エーレクトラーは、アイス・キュロスの悲劇、コエポロイの筋書きにおおむね沿った物語であり、 エーレクトラート、オレステースが母クルタイムネーストラートその丈夫、アイギストスを殺し、二人に殺された父親ガメムノーンの仇を討つ神話の詳細を語る。ピロクテーテースは、トロイア戦争に参戦したピロクテーテースの物語の最話である。ヘイラクレースの号泣を受け継いだピロクテーテースは、トロイアへ向かう途上、ギリシアの軍船に見捨てられ、レイムノス島に置き去りにされる。 ところが、ギリシア法は、彼の持つ弓なしでは戦に勝てないことを知る。彼らは、オデュッセウスとネオプトレモスを島に送り、ピロクテーテースを連れてこさせようとする。しかしながら、かつての仕打ちを忘れていない彼は、復帰を断る。ピロクテーテースに、トロイアへ行くことを説得し得たのは、デウスエクス・マキナとして、唐突に現れた、ヘイラクレースだけであった。 ソポクレースに関連付けられている刺激の数は、下のリストに示すように120作品を超えるが、いつごろ制作されたものであるかわかっている作品は、ほとんどない。ピロークテーテースは、前4 0 9年に書かれたことが知られている。また、コローノスのオイディブースは、前4 0 1年に上演されたことがあることだけが、わかっている。上演時に、ソポクレースは、すでに亡くなっており、 その上演は、ソポクレースの孫の聖人の儀式における出来事であった。古代ギリシアの祭祀のために刺激を書く場合、三つの悲劇に一つのサチュロス劇を添えて一組の四部作として法定するのが習わしであった。大多数の作品の制作年代が不明であることに伴い、それらがどの作品と組み合わされて一組となっていたのかが分からなくなっている。 もっとも、定売に関する三作品が、ソポクレースの生前まとめて上演されたことはないことは、確実である。追いかけるサチュロスたちの断片は、エジプトで1907年に発見された。オクシュリュンコスパペロスと呼ばれる、古文書群から見つかった、イクネウタイの断片を集めると全体の半程度になった。サチュロス劇はほとんどべてが失われ、完全な形で残っているのは、 エウリーピレースのキュクロープスだけである。新発見のソポクレースの作品の断片はキュクロープスに次いで最も多くの四が伝わるサチュロス劇である。オクシュリュンコスパピュロスからは悲劇の断片も見つかった。肉眼では読めなくなっていたパピュロスに赤外線を照射し、その反射スペクトラムを得るという衛星写真など宇宙技術で培われた技術を利用して失われた。 数量を再現することに成功した。エピーゴノイの内容は、二度目の定番イゼメの物語である、エピゴノイ参照。以下は断片だけが伝わる、ソポクレース作品の一覧である。プルタルコスの倫理論集の一冊、人はいかにして自らの内面の成長に気づくか。第七節には、ソポクレースが作家としての自分の成長について話す一節がある。 プルタルコスは、おそらく、が表した、エピデミアイ、エピデミアイ、を参照した。エピデミアイは断片しか言伝しないが、イオンがソポクレースなど、同時代の著名人と会い、語り合った話を収録した本であると考えられている。プルタルコスの書いた文章、ラテン語は、ソポクレースが、自分はアイスキュロスを模倣したと言っていると、解釈できるが、文法的に合わない翻訳であり、 ソポクレースがアイスキロス作品をからかっていたとするソポクレースの言葉にも符号しない。そこでソポクレースが言っているのは自分がアイスキロスの作品の水準に完全に到達したということであってアイスキロスの様式を模倣する段階は通り越してむしろその様式についてはやれることをやり尽くしたという意味でる。アイスキロスに対するソポクレースの意見は賛否こもごもである。 刺激を制作し始めた頃は作品を真似するほどに尊敬していた。しかしその様式については、流歩し、いつまでも模倣し続けはしなかった。プルタルコスによると、ソポクレースは自分の成長の段階を三期に分けて、次のように語る。第一期においてソポクレースは、アイスキュロス流の体験相互でもって、作品を作り始めた。第二期に入ると、 アイスキュロスの作撃法を完全に自分のものにした。そして、聴衆の感情をかき立てる手法を新しく導入した。例えば、アイアースにおいて、アテーナイがアイアースをあざけると、舞台から役者が皆立ち去る。アイアース一人を残して、彼が自殺できるようにである。第三期は、全二期と異なり、セリフ回しに一層気を使うようになったという。登場人物が、 いかにもその人物が語りそうな自然な言い回しで話すように心がけ、個人的な感情をより説得力あるものにしたという。アイスキュロスの作品と比較した場合に、ソポクレースの最も特筆すべき、創意工夫は続きものの悲劇を作ることをやめたことである。我々が知る限りにおいて、ソポクレースはそのような悲劇を一つも制作していない。この変更は、 一つの作品の範囲内で登場人物の思い切った行動とその心理に焦点を当てることになった。また、アリストテレスによると三人目の役者を舞台に登場させることと舞台上に背景美術を置くこともソポクレースの相意に介せられるという三人目の役者の導入は登場人物同士のやりとりや対立を豊かに表現することを可能にし、それと同時に 悲劇の進行におけるコロスの重要性を低下させる結果をもたらした。オレステイスに関する作品に付けられた題名からもそのことは如実にわかる。エウリーピデースの作品は供養する女たちという題名が示すようにコロスが全面に押し出されている。他方、ソポクレイスは主人公の名前からエーレクトラーと名付けている。ソポクレイスの最初の構想は エウリーピレースの提示した物語の枠内に止まる、モノデッタであろう。その構想にオレステースの姉が入り、作品の主役となった。ソポクレースの他の作品においても、登場人物が悲劇の題名になっている。唯一の例外が、トラキスの女たちである。オイディプルスのンコさは、倫理的正当性を持たず、価値観への反発とも関係がない。 そのようなオイディプースを扱ったソポクレースの2作品を別として残された作品に共通する第1の点は倫理的な行動を選び取ることが作中で中心的な位置を占めていることである。アンティゴネーはこれに最もよく当てはまり、家族と国家、人情と権力、信仰と順法といった複数の義務体の表現が対峙される。葛藤は 人の掟と神の掟の葛藤に帰結されず、ジャンピエール・ベルナンが注釈するところによると、完全な敬心と全くの不信心が対峙されない。ただし、信仰のあり方には二種類の異なる類型が提示される。一方は、家族的で全く個人的な信仰である。他方は公的な信仰であって、そこでは、ポリスの守護神が最終的に国家の崇高な価値観に一体化すると、 言う。オイディプウスの娘、アンティゴネーの過ちは、共心にあると、死を司る理系は、天を司る理系に語る。もう一つの恒例が、エーレクトラーである。エーレクトラーにおいて、クリュタイムネストラーとアイギストス殺害のエピソードは、悲劇の終わりになって、初めて挿入される。悲劇は一貫して、ヒロインの心理を展開し、実母の殺害へと至る。 父のあだうちの主題を発展させる。残りの作品にも同様に倫理的対立構造が見られる。アイアースにおいては名誉にこだわって自分を曲げられない主人公に対しての娘の献身的な嘆き、アイアースの名誉回復の試みとアガメムノーンがオデュッセウスの謙虚さとアイアースの傲慢さが対地される。アイアースとテクメッサと同様にトラキスの女たちにおいては ヘイラクレースと、その従順な性格の妻、デイイアネーラが対地される。ピロクテーテースは、赤いイア人皆の利益を代表して、傷つき弱っているピロクテーテースの大切にしている、物を盗む策略の適任者として、オデュッセウスに指名されたネオプトレモスのジレンマを描写することに、作品全体が費やされている。正直であることは、端っこいことよりも価値のあることだよと言い、 英雄は最終的に全ての妥協を拒む。アイスキュロス劇では神々に重要な役割が与えられている。アイスキュロス劇における神々の重みに必須と、ソポクレイソ劇は神々に異なる役割を持たせており、神々は劇中の出来事から遠く隔絶した存在である。ボールドリーによると、ソポクレイソ劇にはギリシア悲劇の原点である、宗教儀式の雰囲気がない。 アイアース冒頭に現れるアテーナーだけは例外で、あるが、現存する作品の中に、神々が劇中に姿を現す作品はない。しかし、この神々の動作が結果として、ステージ上の演技により表現される人間の世界と、コロスの合唱により表現される神々の世界との、コントラストを強調する。神々の世界が、コロスにより表現される作品としては、アンティゴネー。 オイディプーショがある。その逆に、ソポクレースは人を儚いものと位置づけており、ぎ行く時の前には、無力な存在であることを強調する。アイアースではコロスが、全能なる時間が消しされぬものはないと船乗りたちの歌を歌う。神々との隔絶はしかし、心的な介入を妨げない。ソポクレース劇が神々の介入を受けるのは、ただ信託のみであって、 アイスキュロス劇のように、神の正義が示されることはない。また、その信託は、神が決めた通りに動く人間の配役表に過ぎない。トラキスの女たちでは、冒頭でデイ・アン・レイラが、ヘイラクレースは思いがけなく、命を落とす。勝利を得るが、それゆえに、人生最後の日々を平穏に過ごすことは、決してないであろう。という信託を述べる。アイアースでは、カルカースの予言を、 伝令が伝えて、次のように言う。もしも我々が彼を助けんとし、いずれの神の子加護によってか、彼がこの日々に命を流らいたとしたならば、アテーナーの怒りはこの程度では済まぬ。ヘイラクレースの言葉によれば、ピロクテーテースはトロイアでしか治癒し得ない。しかし彼はトロイアにたどり着けるだろうか信託は、しばしば不正確で曖昧なものであると考えられるので、信託には、 希望を抱いたり過ちを犯したりする余地が残されている。地には、平楽レースが息を引き取る場面のように、作戦を下す神々同士の歩み寄りが解決をもたらすこともある。平楽レースは、父に下された作戦通り、死ぬほどの苦痛に苛まれて死ぬ。死という安らぎを平楽レースに与えるものは、妻、ベイアンレラが、夫の下着に塗ったネッソスの地であ、 信託がその通りにならないという余地が残されていることは演じられている人物の運命に予期せぬ展開がもたらされるということでもある。ラマリーによると人間は運命の皮肉と呼びうるようなものの玩具に過ぎないという考えの上にソポクレースのドラマツルギーは成り立っている。ソポクレースに特徴的なそれは悲劇の観客の目には意味が明瞭であるが劇中人物たちにとっては 必ずしも意味が明らかではない悲劇的アイロニーである。アイスキュロス悲劇とエウリーピデース悲劇における悲劇的アイロニーは劇中人物が他の人物を騙すという形になるが、ソポクレース悲劇ではごく稀なる外を除いて劇中人物同士で欺くことがなく、例えばトラキスの女たちで言えばデイアネーラがヘイラクレースを殺すための道具にされてしまい、英雄の死の前に コロスが希望の歌を歌うといったたちになる。アイアース、アンティゴネーにおける悲劇的アイロニーも同様である。ソポクレース悲劇において欲しいままに振る舞うのは人間ではなくて神々である。上述のような神々の動作と悲劇的アイロニーはオイディプース王において最も成功した形で見ることができる。自分が 父親を殺し母親とまぐわう人物であることを知るためのオイデプースの悲劇的探求は、オイデプースが彼に対して宣告された信託から逃れるために行ったものではある。しかし、オイデプースはこの探求により、全くぬこいなく行った行動の結果を知ることになった。オイデプース王において、顕著なこのアイロニーの完全性は、神々の残酷さ、あるいは、 無関心ゆえに引き起こされたと解釈される気ではない。なぜなら、オイディプースは、他の作品、コローノスのオイディプースの中で加護される運命に、あるからである。経験なソポクレースによれば、人間は理解はせずとも、崇拝はするものであり、クレオン、オイディプース、イオカステイは、神々や神託を軽んじた対価を支払う。悲劇は、人間の過ちゆえに引き起こされたのである。 演劇様式の発展における、ソポクレイ素劇が果たした役割に鑑みると、ソポクレイ素劇は人間中心であると考えられるかもしれない。しかし、作品のタイトルには、大抵の場合英雄の名前が付けられ、英雄は他の人物とは対照的である。英雄の英雄たるゆえんは、人間のいかなる援助からも、自ら進んで離れていようとする振る舞いによって確認される。 オイディプウスの娘アンティゴネーは当初、妹のに一緒に行動を起こすことを持ちかける。ところが妹に断られたことでむしろカくなになり、クレオンの怒りを前にして、イスメーネーに協力してもらうべき時でさえも一切の助力を拒否せざるを得なくなる。あなたは私に従うことを望みませんでしたし、私もあなたを、私の防御に関わらせませんでした。かくしてアンティゴネーは早くも一人、 ともなく、夫もなく、皆に見捨てられる。彼女が成したことを歌い直すコロスは、彼女が狂気にあると歌う。アイアースの冒頭で示される、アイアースの狂気は、アンティゴネーの狂気に被験しうるものである。アイアースは、船乗りたちの合唱やテクメッサと息子らによる、慰めの一切を拒絶して、孤独を自らの心の中に放り込む。そして作品は、 孤独そのものといったシーンの周りに、アイアースの独白と自決を有機的に連感させる。アイアースの決別の言葉を聞く者は誰一人おらず、アイアースが自らの思いを訴えかける相手は、太陽、サラミス島、アテーナイ、トロイアの警官である。これらの要素は、エーレクトラーにおいても認めることができる。家族に見捨てられたヒロインは、弟オレステイスの死を知り、妹、 クリューソテミスに助力を断られる。頂点に達した孤独の中で、エーレクトラーは、もう良い。私が自ら立った一人でクワをやり遂げましょうと、叫び、心を決める。ジャクリーヌ・ド・ロミリーの解説によると、ヒロインをヒロインたらしめるのは孤独である。ピロクテーテースにおいても、英雄は、ネオプト・レモスが奪いに来た弓の他に何も持たず、ただ、一人、見捨てられていた。 ソポクレースは英雄の選択というモチーフを表現するにあたって、オイディプースという神話上の英雄に最良の適用例を見出す。コローノスのオイディプースにおいて英雄は、息子たちに拒まれ、人を遠ざける盲目の放浪者である。孤独は、作中でクレオンがオイディプースから娘たちを引き離すことにより、ますます強められ、倫理的問題も加わって、オイディプスが我がこないのは、 もう十分に何度も受けたと断言するに至る。ソポクレースは、オイディプースを孤独から解放しない。オイディプースは、町外れに住み、誰にも見取られることなく死ぬ。しかしながら、この孤独こそが、英雄の卓越性と神から与えられた特権を称し、盾するものになる。ソポクレース悲劇の英雄は、他の悲劇の英雄と、同じく、例外的な存在である。しかし、 他者との違いはわずかしかなく英雄は例外的な人間に過ぎない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。